芸能オーディションで絶対にやってはいけないこと、それはオーディションに応募するときの写真をケチることです。そもそもオーディションに行く前に実は書類選考というものがまず初めにあります。例えばこの人はどんな特技があるんだろうとか、どんな経歴があるんだろう、どんなプロフィールだろうっていうような審査をします。そこで一番大事なのはプロフィール写真なんですね。プロフィール写真が良いか悪いかでオーディションに呼ばれるか呼ばれないかが決まります。プロフィール写真ケチってしまったり悪い写真を撮ってしまうと、そもそもオーディションにすら行けないということになってしまいます。なのでオーディションに行く前の書類選考の写真は絶対にケチってはいけません。芸能の専門のプロのカメラマンにちゃんとお金を払って、お金にはケチらずいい写真を撮りましょう。